栗色のかつらをかむり、変装した男。不自然な片言の英語。顔も声も公開され、逃亡を続ける懸賞金がかけられた犯人。こんにちは、未解決事件捜査官です。こんばんは、未解決事件捜査官助手です。今日紹介する事件は、石川県のコンビニで発生した未解決事件だよ。懸賞金300万円がかけられているんだ。しかも声も録音されているし、防犯カメラ映像もあるし、大まかな逃走経路もわかっている。でも13年間も逃げているのよね。石川県の未解決事件といえば、以前動画で紹介した例のスイミングスクールの事件を思い出すわ。時効になってしまったわね。だから今回、石川県の報奨金未解決事件を紹介しようと思ったんだよ。これだけ証拠があるのに、解決できていないということは、いろいろと行き詰まっていることが多いような気がするんだ。そうね、いろいろと訳がありそうよ。時効になったスイミングスクールの事件は、退職した刑事さんが、当時の捜査が残念すぎて、本まで出しているわね。あの事件は、怪しい人間をリスト化して、その数5000人もいたらしい。ちなみにこのコンビニの事件は、4000人もリストアップしているとのことだよ。そういう捜査方法なのかしらね。片っ端からリストアップするという。スイミングスクールの動画に、コメントくれた人の中に、当時疑われた人が何人かいたよ。犯人の血液型と違うのに、何度も事情を聞かれたらしい。れっきとしたアリバイもあるのに、犯人だと疑われた人もいたし、同級生のお兄さんが疑われたとかね。5000人もリストアップしたら、そういうこともあるでしょうよ。そう考えると、声や画像もあるし、他の懸賞金の事件よりは、情報提供で解決できそうな気もするわね。見てごらんよ。今現在、懸賞金がかかっている指名手配犯は、フィリピンに逃げていると言われている、この人とかいるけどさ。とても情報提供できるレベルじゃないわね。第一この人怖いわよ。そうだけど、別に捕まえないといけないわけじゃないからね。むしろ捕まえようとしたら、捜査妨害になる可能性がある。あくまでも情報提供じゃないといけない。あとは、スーパーナンペイの拳銃強盗事件、600万円とかあるけど。この事件は、中国マフィアが関わっている、と言われているけどな。あとは柴又上智大生800万円とか、世田谷一家の2000万円とかあるけど。一番大事なことは、怪しいと思ったら通報することだよね。間違っていたらどうしようとか思わずにさ。実際に通報して逮捕になった事件って、どんなのがあるの？例えば市橋の林税さんの事件には、1000万円の報奨金がかけられていて、4人に配分して支払われているよ。整形外科とかフェリー乗り場からの、情報提供かしらね？確かに逮捕につながっているわ。あとは神戸男子高校生の事件だよね。あの事件なんて風化していたし、到底逮捕は厳しいと思われていたけどな。この事件は去年情報提供者一人に、報奨金300万円が支払われているよ。確か犯人が、自ら過去に事件を起こしたことがある、みたいなことを喋ったのよね。意外とそういうパターンで、逮捕になっているものあるのよね。ただ、注意したいのが、報奨金の事件は期限があったり、時々見直しがされて、対象になったり外れたりするんだ。ちなみにこのコンビニの事件は、今のところ令和5年12月6日までになっているね。確か去年の12月までだったけど、1年間延長になっているのよ。ということで、今回は石川県加賀市のローソンで、発生した強盗事件だよ。事件の概要、犯人についての情報、ウプ主の推理などを交えながら解説します。皆さんよろしくね。
この事件は2010年11月3日、午前2時57分頃に発生。石川県加賀市の国道8号沿いにある、ローソン加賀区和原町店に、強盗が押し入った事件なんだ。ちなみにお店の建物は、少し前に解体されている。ここがその現場なのね。大通りにあるけど、なんとなく寂しいところだわ。隣は閉店になったパチンコ店、空き家になっている喫茶店があるようだけど。その二つのお店は、事件当時から閉店、空き家だったからな。おそらくその点から、男はこのお店に目をつけたのかもしれないわ。助けを求めようにも、民家から離れているし。男は入店後にレジカウンターに押し入っている。そして店長だった山崎茂春さん68に、マネー、マネーと金を要求しているんだ。なるほど、英語だったのか。そしてもみ合いになった末、持参した包丁で、山崎さんを刺して命を奪っている。山崎さんは左胸と左腕を刺され、犯人は何も取らずに逃走しているんだ。しかも防犯カメラには、山崎さんが泥棒、泥棒、と大声を出し、必死に抵抗する様子が残されていた。この部分は公開されていないようだけど、警察はチェックしているわよね。もちろんしていると思うよ。刺された山崎さんが、自分で110番しようとしていたところに、新聞配達員の男性が、販売用の新聞を届けに店にやってきている。その時は容疑者はすでに逃走した後で、山崎さんは救急車を呼んでくれ、と新聞配達員の男性へ言っている。意識があったんだ。もう少しタイミングが違っていたら、助かっていたかもしれないわね。救急隊が来た時、山崎さんはレジカウンター前に、仰向けに倒れていた。病院へ搬送されたんだけど、約1時間後に亡くなっている。死因は失血死だった。犯行時間は、だいたい時間で言うと、1分間くらいだったらしいわ。犯人は現場に、刃渡り約20センチの要望帳と、白い袋を残して逃走しているんだ。この要望帳というのが、ちょっと特殊だったらしい。新品ではなく、使い込まれたものであることがわかっている。要望帳っていうのが気になるわね。普通と違う形状だったのかしら？一時的にその要望帳に関する記事が、ニュースで流れたけど、すぐ削除になっているんだよね。かなり流通量が少ないタイプのようだよ。これについては、後でウプ主が詳しく話したいらしいんだ。なるほど、事件の鍵になりそうね。今は解体されたローソン加賀区和原町店は、フランチャイズで、山崎さんは1998年から店長兼経営者として働いていた。パート従業員の話によると、山崎さんは妻と長女と一緒に、店を切り盛りしていたらしい。家族でやっているコンビニって多いわよね。結構過酷労働で、一年中休みがないことが、問題になっていたこともあったわ。このお店も深夜は、山崎さんが一人で働くことが多かったそうだよ。福岡県の未解決事件でも、店長が一人だった時のコンビニ強盗があるし、人通りの少ない場所は気をつけないと。このローソンは、合計で5台の防犯カメラが、設置されていたらしい。ただ国道8号線沿いで車の往来はあるけれど、夜間は人通りはほとんどないような場所なんだよね。今はローソンもなくなってしまって、もっと寂しい感じになっているわ。山崎さんは、石川県の弓道連盟会長を務めていた人なんだよ。弓道関係者の中では、有名な人だったんだ。そうだったんだ。忙しい中、コンビニの運営もされていたのね。犯人の男の最も気になる部分は、長髪の栗色のカツラをつけていたことなんだよ。このカツラは女性用で、防犯カメラでも確認できている。カツラまで用意していたんだ。
英語でマネーマネーも気になるけど、随分計画的よね。このカツラは発見されている。道端の田んぼ付近で、近くの住民が事件当日の午前7時半頃見つけているんだ。ということは、逃走中に捨てているのね。捨てた場所は、コンビニから約2キロほど離れた、加賀市中島町の道路脇だった。警察の捜査で、大阪市で作成された、レオン化成だったことが判明している。色は栗色 1BB、1987年9月から1996年8月にかけて、全国の美容院で9800円で販売されていたものだったんだ。1987年からってかなり昔よね。この事件は2010年に発生しているから、20年も前のカツラを使っていたんだわ。美容院で売っていたものを、どうやって手に入れたのかしらね。犯人の身長は、1メートル65センチから75センチくらい。服装は緑色のフード付きの上着に、紺色の上着を重ねるという、上着2枚重ねだ。そして白いマスクと、手袋を着用している。なるほど、紺色の上着は見た感じ、レインコートにも見えるわね。この日は雨が降っていたようだし。履いていた長靴は、サイズは26センチと見られ、GOLDWAVE と白文字で書かれていた。これはホームセンターで、1580円で販売されていたことが、判明しているんだ。他にはミニライトも持っていた、これは100円均一に売られていたものだった。警察はいろいろとしっかり調べているのね。着用していたものは、ほぼ特定されている。また犯人は、現場に青色のトラックで乗り入れているんだ、そしてそのトラックで逃走している。犯人が移動に使ったそのトラックは、現場から4キロ離れた、小松市内の工事現場で盗んだものだと判明。そして犯行後にまた、同じ工事現場付近の、あぜ道に乗り捨てている。律儀に盗んだ場所に戻しているんだ。実はこの工事現場というのは、事件の前日の2010年11月2日以降、工事が終わって無人になっている場所なんだよ。そして、その工事現場のプレハブ小屋の窓を割って、中からトラックの鍵を盗んでいるんだ。ということは犯人は、工事現場の事情を、よく知っている人なんじゃないの？工事が終わることを知っていた、無人になることを知っていたってことでは？この犯人は、とても用心深く行動していたことが、わかっている。犯行時刻は、11月3日午前2時57分頃なんだけど、もう少し早く現場に来ていて、下見をしていたようなんだ。このコンビニの左側に農道があるんだけど、ここにライトをつけたままの、青色のトラックが止まっていたのを複数人が見ていたんだ。この農道は、事件当時は舗装すらされていなくて、狭い道だったようね。ライトをつけたままだと目立つと思うけど、何時頃止まっていたの？時間は事件直前の、午前2時40、50分頃だ、と言われている。そして午前2時51分頃に、一度コンビニの駐車場に入ってきているんだけど、また8号線へ出て行って農道へと戻っている。その様子は、防犯カメラに映っていたんだ。不気味よね。なぜこんなことしていたのかしら？多分客が来たからじゃないかな？コンビニの奥にライトをつけたまま止まって、人や車の往来などを見張っていたと思われる。ここのお店もそうだけど、ローソンの駐車場って、広いところが多いわね。2トントラックみたいだけど、出たり入ったりは楽にできる駐車場だわ。そしてまた農道で待機して、6分後に駐車場に入って、犯行に及んでいるんだよ。店長の山崎さんが、一人になったタイミングなんだろう。カツラが捨ててあった場所、コンビニ奥の農道には、両方とも街灯がなかったことから、警察は犯人は土地勘があると言っている。確かに土地勘がなければ、
こんな農道に2トントラックで入っていかないわね。ではここからは、ウプ主の推理を紹介するよ。石川県の小松市周辺は、ブラジル人が多い地域なんだ。ちなみに2010年には、650人が住んでいたと言われている。なるほど。確かに他の市町村よりも多いわね。小松市はブラジルスザノシの姉妹都市だし、日系ブラジル人とも色々と交流もあるようね。それで犯人は英語でマネーマネーと言っていたし、最初は外国人を容疑者として、視野に入れていたと思うんだ。まあそうね、普通に考えたらそうでしょう。しかし、結論から言うと、ウプ主は犯人は英語で話しているけれど、外国人ではなく、日本人ではないかと言うんだ。これがその犯人の音声だよ。聞いてみて。マネ、マネ。英語圏の外国人、または英語圏ではないけれど、英語を話す外国人はマネーとは言わずに、マニーと発音する。これって明らかに、カタカナ英語なんだよね。確かにね。外国人はマネーとは言わないわね。本当に日本に住む外国人の強盗だったら、日本人に通じるように、お金、お金って言うんじゃない？ウプ主が言うには、栗色のカツラかぶったり、マスクしたり変装しているのに、自分は外国人です、と自己紹介するような言葉は、使わないと言うんだ。そうね、外国人がわざわざ強盗の現場で英語を使ったら、あまり変装の意味がないわね。よって犯人は日本人だろうと推理している。あらかじめ計画を、練りに練っての犯行だろう。用意周到に、栗色のロングヘアのカツラまで用意して、外国人に扮することを思いついたと、ウプ主は推理している。要は小松市周辺は外国人が多いので、なりすましたのではないか、と言うんだ。ということは、やはり近隣に住んでいる男が、犯人なのかしらね。逃走経路を地図で見ると、こういう感じなんだよね。ちょうど小松市内の工事現場と、コンビニを往復しているようだ。そのちょうど中間地点の、加賀市中島町でカツラを捨てている。本来ならば、トラックなんてどこに放置してもいいはずよね。なぜ戻っているんだろう。多分、犯人はこの工事現場に、自分の車で来ていたと思われる。工事現場からトラックを盗んでコンビニへ行き、逃走してカツラを捨て、また工事現場へトラックを戻した。そして、自分の車で逃走しているのではないか。そのあたりで不審車両の目撃情報はないのかしら？そういう報道はないようだね。警察が発表していない可能性もあるが。なるほど。ということは、犯人が住んでいた地域は、加賀市から小松市という範囲より、もっと広がるでしょうね。土地勘があることは違いないけど、加賀市から小松市周辺は、すでに警察も怪しい男をリストアップしているはずだ。犯人が逮捕されていないということは、もう少し遠くに住んでいるのかもしれない。この工事現場の会社で、過去に仕事したことあるとか、内情を知っていた可能性もあるわね。最後に例の要望帳に関してだけど、実はこの犯人が残していったものは、包丁の柄の部分にネジがないものだ、と言われている。普通の包丁は刃と柄の部分を、止めるネジというか、ビスがあるわよね。それがないタイプなんて珍しいわ。こういうタイプは、すごく流通が少ないらしい。しかし、調べてみると過去に、岐阜県で販売されていた、ドイツ製のヘンケルスというものがある。他にもわずかながら、海外製で日本に流通していた、こういう包丁はあるようだね。犯人の画像を見ると、この包丁と柄の部分が似ているわ。海外のネットワークビジネスで、売ってたりしていたのかもよ。以上のことからウプ主のプロファイルをまとめると、犯人はおそらく日本人。悪知恵が働くけれども、行動が伴わない気が小さい男。頭髪が薄い人物。土地勘はあるけれど、
近隣に住んでいるとは限らない。国道8号線を普段から利用していて、コンビニを利用したことある人物。店内の様子や勤務状態を把握していた。借金があり、パチンコ店、競艇場、金沢競馬場などに出入りしていた可能性がある。なるほどね。何の罪もない人の命を奪って、10年以上も逃げているなんて許せないわね。今まで900件くらい情報が来ているらしいし、早く逮捕されてほしいわ。この事件は、検挙等への寄与の度合いに応じて、有力情報には上限300万円の、報奨金が支払われる。何か知っている人はこちらまでお願いします。ということで今回はここまでにするよ。何かあれば、また動画にしたいと思います。では皆さんありがとう、またね。